開演いたします。エネルギッシュでパワフルな演舞をお楽しみください。申し遅れましたが、私東京浜松町にありますラジオ局文化放送でアナウンサーをしております久保あかりと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。個人的に沖縄生まれ大阪育ち、北海道でもアナウンサーをしていたので、このふるさと祭りで日本各地のふるさとの、しかも今日はエイサーから始まるというので大変楽しみにしております。皆さんと一緒に盛り上がれたら嬉しいです。それでは早速沖縄エイサー祭りステージを盛り上げてくださる大火事エイサー琉球カジマヤの皆さんからいただいたメッセージをご紹介いたします。はいさい。大学生を中心に東京都町田市桜美林大学を拠点に活動しております大火事エイサー琉球カジマヤと申します。学び、楽しみ、伝えるをモットーに、心一つの演舞でふるさと祭りを一生懸命盛り上げてまいりますので、ぜひお楽しみください。それでは大火事エイサー琉球カジマヤの皆さん、よろしくお願いします。ふるさと祭りお集まりの皆様、はいさい。預かりました大火事エイサー琉球カジマヤと申します。よろしくお願いいたします。我々ですね、今ご紹介いただいた通り、東京都町田市の桜美林大学の、学生卒業生を中心とした、エイサーの団体でございます。桜美林大学ですね、沖縄の、宜野湾市の、沖縄国際大学という大学と、交流を行っておりまして、それがきっかけで、できた、団体でございます。この横浜での演舞はですね、以前はゴールデンウィークに行われていた、横浜パレードだとかでも演舞させていただいたことがありますけれども、久々の横浜での演舞、メンバー一同楽しみにしてまいりましたので、ぜひとも皆様、手拍子など一緒にしていただいて、盛り上がっていただけると、幸いでございます。よろしくお願いいたします。そして演舞の最後にはですね、せっかくですので、沖縄のカチャーシーという踊り、ぜひとも皆さん一緒にご参加いただいて、終われたらなと思いますので、これからちょっと、レクチャーをしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では皆さん両手を上に上げていただいて、はいはい、ありがとうございます。ぜひとも恥ずかしがらずにご参加お願いしますね。はい、男の方は手をグーにしていただいて、女の方はパーのままです。はい、で、その両手を左右に、窓を開け閉めするように左右にこう動かします。あ、皆さんお上手です。あ、これでもうお家の窓の開け閉めも完璧ですね。はい、はい、最後ですね、演舞終わったら、等身同意という曲に合わせて、皆さんぜひ一緒にご参加していただいて、盛り上がって終わりたいと思いますので、ぜひともご参加よろしくお願いいたします。はい、ではちょっと、今日は雨予報で若干雲行きも怪しくなってはきましたけれども、吹き飛ばす勢いで元気いっぱいで演舞していきたいと思います。大火事エイサーの皆さん、準備はよろしいでしょうか。準備はよろしいですか。はい、ではお太鼓平身お願いします。最後までお願いいたします。
Bye.
名を立てて、もしわしらより誰も知らないあの周りの積んだらあの邪魔だよ。See you.
ありがとうございました。大火神社琉球カジマヤでございました。それでは皆さんご参加ください。カチャーシーカチャーシーカチャーシー。